こんばんは、しくみです。さわらいたこということでね、千葉茨城のこれおすすめデートコースということでお伝えします。ここですね、つくばも揺れてですね、つくば水郷国定公園っていうような言われ方をされますけども、この2箇所は水郷ですね。だから水が豊かなところと、そういうところの国定公園になっています。地図を見てみますとね、こちら東京ですよね。からこっちの方がそのこちらが佐原、こっちが潮来ということで、利根川沿いですよね。はい、この辺になりますね。で、水が豊かなところなんですよね。まず行くところは浜松町からだったんですけども、浜松町といえば東京タワーが近いですよね。で、東京タワーと、これまあ偶然ですけども、はとバスが通るところのそういうねショットが撮れました。ここね、浜松町のバスターミナルなんですね。はい、でここからはとバスたくさん出るんですよ。東京駅が多いんですけども、ここも結構ありますね。で、この時間帯ちょうどね、外国人のコースっていうか、外国語で案内するコースがたくさん出まして、そんなたくさんですね、この外国人が受付してましたね。最初びっくりしたんですけど、案内板見てガテンが行きました。はい、で、まあ、ここからバスに乗って、まずは佐原の方に行きます。ここですね、酒造りの工場ですよね。そういうところ中を見学しましたね。いろいろ解説してくれまして、 PR も多かったですけどね、試飲もできました。私はアルコールダメなんで全く飲まなかったんですけども、美味しかったみたいですね。で、そこから少し歩いたところで、こうやってね、船でこう佐原の街並みを観光できると。で、佐原の街並み見てもらったら分かるようにね、こう古い江戸時代のような風景のところがたくさんあるんですよね。そういう通りがあるんで、ここ観光の名所になっていますね。はい、こんな感じでですね、でこの橋も、まあ、観光するような橋ですよね。で、ここから時間によって水が出るんですよ。で、これ船に乗ってからですよね。こんな風に見てます。この人、ガイド兼運転手って言ったらね、ボートを運転する人ですね。はい、はい、そこから降りまして、これが旧伊能忠敬の旧宅っていうことでです。こういう伊能忠敬、日本地図をですね測定して、それから作成した人ですよね。これがこんな家で、若い50から地図を作り始めたといいますか、それまではこう商売人だったみたいでね、商売人の才能もあったみたいで、なんか最初はそうでもなかったんですけど、その自分が引退する頃はすごい売り上げになってたっていうね、1200両とかすごいお金なんですよね。はい、これ出汁山車って書いてね、そういうのを読むところなんですけど、こんな風な、これをね祭りの時は引っ張るっていうので、はい、行った次の日が祭りだったみたいね、ちょっと残念だったんですけど、はい、これもっと近くで撮りましたね。はい、これ街並みを川の上から撮ったやつですけどね、こんな感じで。で、これジャジャ橋って言って、ここからこう30分に1回水が出るんですけども、昔はこれ農業用水をここに通してたみたいでですね、はい、水はたくさん流れてたということで、今はもう観光用になっててっていうことなんですけどね、なかなか迫力がありますね。はい、そこからバスに乗りまして、こちら潮来の方に来ました。はい、これ茨城県の方ですね。ここは利根川といっても、利根川の本当の利根川じゃなくて、日立利根川って言ってね、まあ似たようなところ流れてるんですけど、これでもすごい川幅広いじゃないですか、さすがっていう感じでしたよね。で、これそのほとりにあるあやめ園ですね。潮来あやめ園って言って、あやめたくさん咲いてましたね、こんな風に。それからそのあやめ園の真ん中辺にあるこの橋ですね、丸い橋でね、なかなかこう上から見るのも景色がいいっていう感じですよね。はい、で、これこちらも水郷でですね、これね、ロブネっていうんですけど、こうやって炉でこぐ船、ゆっくり進むんですけどね、こういうのでこう網傘かぶりながら、これはちょっと乗らなかったんですけどね、なかなかこういうのも風流なもんですよね。それからこれですね、これお祭りとかじゃなくて、これ潮来の花嫁って言って、こんな感じで、これご両親ですね、これ新郎じゃないんですよね、これ先導の人っていう、こんな感じで、渡っていって、最後こう船に乗ると、これ船に乗っ
て、これで新郎がいるところまでこう行くと、この船で嫁入りするっていうね、これがイタコの花嫁っていうことで、この日は3組っていうかね、こういうのがあったみたいですね。そのうち1組見ました。ポスターでは見たことあったんですけども、一回、本物を見れてね、なかなか良、かったと言いますかね、見れたっていう感じがしましたね。はい、これアイメンとかこっちに水車とかあるんですけどね、はい、こんな景色も見れましたと。でこれがね、利根川本流の利根川というかなんですよね。はい、こんな感じで、これはやっぱりすごい広いですよね、利根川。まあ、日本で一番流域面積が広い川ですよね。こういうのもたくさん見れましたというようなことでですね、今日はですね、佐原イタコということで水郷国定公園のご紹介をしました。仕組みでした。ありがとうございました。